はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラケタクトやっていきましょう。第140回闘技場、筋トレフィを目指す旅5日目となります。昨日あの後ね、ちゃんとね、回してあります回してあります。しばらく貫突パーティーばっかり出てきたんで、ちょっとね、回してあります。でもこういうとこ行きたいな、ライオネックな。いやー、それからね、いよいよ今日来るんですよ、第2弾が。タバサとレックス、性能評価見て皆さんどう思いましたかね。うん、レックス、タバサ、女の子に関しては、水着ゼシカと似てるかなって思いましたね。射程後のテンションダメで打てるんで、同じような使い方はできていくと思います。だからゼシカ持ってない人からしたら、あれ取った方がいい。で、タバサに関しては、強いかなと率直に思っております。これあれバタフライ、あー、これマームでよかったんだな、マームでよかったんだな。ここね、ここで行って、バギはこっちで、ちょっとブチュチュでいいかな。あー、これでさすがにいけんだろうね。ここに関しては行かさせてもらいます。でゲレゲレがそこまで性能が良くなかったんで、ちょっとね、物足んなさはあるかもしれませんが、あとはね、Sタイプの才能開花、ここに期待したいところですかね。落ちるのか、大丈夫かよ。バタフライそこじゃなかったな。あ、こっからいけんじゃね。ナイス。ゲレゲレもな、この射程欲しいよな。うん、でタバサに関しても自分中心で打ち込むやつがあるじゃないですか、必殺が。うん、あれはね、その必殺のターン来る時までには結構切り込んでると思うんでいいって話なんですが、ゲレゲレに関してはもうほとんどが射程1なんで、最初から突っ込んでいかなきゃいけない。したらパーフェクトは絶対取れないんで、そこがもう最初からネック。5回ぐらい、複製耐えるとか言うんだったらわかるけどさ、うん、そういう性能でもないしね。うん、ここにして、ここにしない。ここにしない。ここにしない。うん。うわ、どうしようかな、どうしようかな、マーム、どうしようかな、なんか微妙なのくるんだよな、これ。マームでギラで打った方がいいって気もするしね。いや、行きますね。いや、うん、どう、ちょっと怖いな。なんか、ここがなんか結構無難なんだよね。混乱取って、あとはやっちゃうみたいな。うん、そうしようか、やっぱり。で、こんな目だ、パーニー。パーニーは、じゃあこの子の役にしようか。ね、パニーはこの子の役にします。性能下がってんな。だマインド取ってもいっちゃいいんだけどね。うん、ちょっと待って、これも一応メダパニーセットしとこうか。もしかしたら入れ替わるかもしれない。パニーセット中、 OK、 ナイス。よし、じゃあ行きます。エスタークの才能開花でね、楽しめればいいかなと思ってますね。ああ、いいですね。いいですね。左側に切って、心理は右側から。で、メダパニは右上からメダパニという感じが一番いいんじゃないですか。はい、対戦よろしくお願いします。じゃ今回のね、Sタークが強くなってくれているのであれば、これぐらいいいんじゃねえか。心理、ブチュチュン。で、一応マインド取る。いや、違うな。あ、これでいいな。これでいいわ。これでいいな。うん、このロト何と取ったっけ、1突2突、それくらいでしたよね。多分大丈夫よね。マインド取る、ブチュチュンブチュチュンブチュチュン、サラサラサラの情熱大陸、
ファイヤーが全然打てないって感じか。そうだね、ファイヤー打てないな。これここになっちゃうもんな。あ、ここに出てファイヤーここから、だからドレアムに対してだけになっちゃうか、もしかしたら。だから真珠はこの右下に配置するべきでしたね。ファニー、これ取れないとか言うのやめてな。いや、Sタークの才能開花が強くあるのであれば、あのドレアもね期待できますね、その後来るであろう。ナイス。あー、そうか、これ向かわせればよかったね。魔物使い、魔物使い向かわせればよかった。でここ行って仲間呼びフェザーウィンドでしょうか。これな、なかなか使われないであろうメッキ。弾や使っとかないとね。いいんだよね。よし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 、沼に沼に。いや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 、そこだけは理性保つんじゃないよ。そうか、これ魔物使い強いのかもしかしたら。なあ、強い、あ、軽減か。あー、いいねいいね。エルギウスに強く出れんだな。全然そこを勘違い、もうね、意識なかった。エルギウスはもう全部見交わされるもんっていう。 OK、でもさ、エルギオス欲しくてさ、ずっと育成してるんですよ今私。で、育成し終わって、あと決勝で一突して、あの三河市を取ろうっていうところなんですが、なんかね、もうしなくていいのかなっていう感じ。もうだからやっぱりね、課金してガチャしてる人と無課金でいずれか取る人の差がここに出てくるんであって、昔強かったキャラクターやっぱりもうね今ダメ全然、ネルゲルも散々私欲しいって言ってたじゃないですか。今となってはもう多分ダメですね。今の相撲で活躍してるぐらいなもんで。そうなんですよ。だからその時にやっぱね、課金できる人は課金してガチャ引いて、その時に楽しんでおく、それが一番ですかね。ちょっとまずいか、相手がちょっとまずいか。ここしかないんだが、ロト、魔物使い、魔物使い、ここね、ビアンカの回復がちょっとね嫌でね、嫌なんだよな。で最初のとこ行くか。ちょっと待って、あそこの一番最後のとこは、ここ、あ、これダメだ、ギュメッチが早いから。でここにして、ダイはラリホ取っちゃえばいいね。ラリホってこの子覚えてんだよな確か。だからこの子で役割でいいんじゃないね。多分素早さ勝ってくれると思う、どうせだったら。でここに関してはあとマーム、マーム入れて、メラショッツ、ギラショッツにしますね。であと配置次第、配置がダメだったらここさすがに耐えられん。素早さなんだ、何が負けてる、獣王か。ここはこれでいいんだっけ。とりあえずマームが先頭なってる、なってないのか。真珠が先頭か、真珠先頭か。まあいいか、真珠先、いや真珠先頭か、いや真珠先頭じゃない方がいいな。これはどうしようか。600、昨日どうしたんだっけ、変えたんだよな、服を変えたんだっけ、爪を変えたんだっけ。爪、あ、今これもね錬金してるんだよね。あ、これしかつかなかった。あ、連携しないんだっけこれ。どういう、あ、これでいいじゃん。生き力上がるんだから、これでいいじゃん。あ、これにしよう、今度。604。これで いけるよね。607のマームくんが最初で、追撃追撃って感じですかね。あとは、この子の素早さ上げたいとこだけどね。この子の素早さが上がるには、これか。551。551の、こっちはもう早いのが、残って
ていない、残っていない551。まあこれでいきますか。575、ロトに刺さってほしいね。行こう。ダイは右端、ロトとあれは左、そんな感じ。あの AI って魔物使いってどうしてくるの？うわーうわー、まあバタフライここでいいな、 OK だな。でこっからサラサラ入れてるか、こっからサラサラバタフライここな、ここでいい、まあここでもいいや。で123でいけるのか、123でいって、あれマインド、あ、焼けつく取れるのか、焼けつくか、焼けつく取れるのか。あ、でも1ターン目ダメなんだ、1ターン目は解除になっちゃうからダメで、この子ギラ OK だっけ、これがね落とせない可能性が出てくる。あ、当倍か、ブジュチュンここで、マーム君は、ロトにセットしておく。あ、ダイにも打ち込むんじゃうか、まあまあまあいいか、それはいいか。あ、こっち心理、こっちか、心理こっちになっちゃうんだな。これさ、ダイ結構削ることになっちゃうこれ、多分落とし切るしかなくなっちゃうような感じなんだけど、大丈夫ねえ、こうなると。真珠、真珠ここだもんな、ダイは落とすようになっちゃうなこれで。逆に魔物使いが生き残る状態、貫突は目指そう、貫突は狙っていく。ここでギラショッツ1番2番サラサラサラで追撃、第2も追撃入る。でブチュチュンいく。でこれさ、右から右のキャラクターから追撃入っていくと思うんで、ロトから追撃入れてくると思う。ロトとダイが一緒にサラサラ入るんだけど、うん、だからそれはね、なんとなくだけど仕様がそんな感じだと思われます。で落ちてる具合を見て、ここでバギってどうなの、一応いけんだよな、バギギラもいける、うん、これダイをね落としきるしかない。眠らしてるとかそういう悠長なこと言ってられんわ、多分削っちゃうから。でバタフライこの位置でいいのか、バタフライギラショットサラサラねえ、ブジュチュンパもこっち側狙う。いや魔物使いな、バギバ、うん、どう、うん、ワンパン耐えると思うんだよな。よし行こう。魔物使いは2凸ぐらいでしたっけ、ダイが2凸、あれロトは貫突、うん、あ硬いわやっぱり。ここまで行く、あーこっちだったか、やっぱりそっちだったか、そっちだった、まあ落とせた、あーオッケーオッケーオッケー。でバタフライはちょっと用なしだな、ちょっと下の方行っとこうか、怖いから、なんかされたら怖い。でこの子に関してはこっから落とせないか、これで落とせない。ちょっと待って、ないよな。仲間呼びの424は届かないな。キャド攻撃バギは無理だから、これギラを打ってくるから、ギラどうだっけ、激減か、 あとバギだけちょっと気をつけよう。バギギラどうだった今、商売バギ嫌だ。でこの子はバギはバギな、じゃこの子をかばいます、この子をかばいます。これはギラバギ大丈夫、うわ2人、まあまあまあ真珠は耐えてくれんだろう、なんとかなるだろう。で仲間呼び、ここを呼ぶ、あちょっと待ってちょっと待って、次の素早さが気になる。475で上がってくるから、475いくつだ、550ぐらい、550上回ってんな、うん、次これかばったって次超えなかったらダメなんだから、意味がないんだから。もう一個前出るか、ここ出るか、でうちの魔物使い自体もう打てるようにするか、いいそれで
フディーナ、はい、仲間呼び、ゴレムス、頼む。3人の命を守ってくれ。で、ゴレムス自体はバギー苦手だから、この子自体が落ち、まあ落ちていいね。よし。さあ、いらっしゃい。あぶねえ。あ、ゴレムス撃たないんだ。ゴレムスの方がダメージ出そうだけどね。これで、オッケー。さあ皆さんもね、個人闘技場は済ませておいて、アップデに控えましょう。アップデはアップデで楽しみましょう。はい、というわけで本日の動画は以上となります。また次回の動画でお会いしましょう。